皆さんこんにちは、カイチャンネルの時間です。今日なんですけど、今赤からさんに来ております。それで今日は挑戦というか検証をしたくて来てるんですけど、まあ、何かっていうとこれです。じゃん。今雷神とのコラボで、赤から15からっていうのがやってるんですけど、まあ、赤からはその0からから10からまでしかいつもないんですけど、その数字によって辛さが違うんですけど、まあ、一番人気なのが、3から。そうですね、3番だし、3番が、まあ、一番ちょうどいい辛さというか、で一番食べやすい辛さなんですけど、まあ、それのマックスが10からなんですけど、今日は、ね、特別に15からの上20からにチャレンジしていきたいと思います。しゃあ、20から聞いてないんですけど。20から、ね、特別にやってくれるみたいだから。俺がね、その辛いのが苦手なんですよね。苦手なんで、まあ、その辛さを克服するためにいろいろ調べたんだけど、なんか一緒に牛乳を飲みながらね、食べるといいとかいろいろあるんですけど、多分そんなの聞かないから、今日はね、このレモンを持ってきました。レモンの方が力そうっすけど大丈夫ですか？超辛いの後に超酸っぱいをやったら多分乗り越えられるんじゃないかなっていう。なかなかきつそうっすけどね。多分いけると思う。俺は。本当ですか？じゃあ完食ですね。まあいけるの、絶対いける。まあ気合っていうか、やっぱ気合もあるし、辛いって言った瞬間に酸っぱいが来れば多分、はい、乗り越えられると思うから。なるほど。検証していきたいと思います。斉藤君は辛いの得意で、もう15からは制覇してるんだよ。もう制覇しました。そう、15からは制覇してるから、20からもね、もし最悪俺が食べれなかったら斉藤君に。ひよってるじゃないですか。めちゃめちゃひよってるじゃないですか今日。まあまあいけると思うけど。いけると思うけど、まあ、もしもの時に斉藤君に助けてもらうかなと。食べれます本当に。はい、すいません、お待たせしました。おー、来た。おお、あ、これ1人前ですか？これ1人前です。おお、なんか怖いですね。はい。おっ、やばっ。え、なんかでも平気そうじゃないですか。食べてみると。よし、楽しみだ。もう大丈夫。あ、もういけます。あ、もういけます。やっぱナスとホルモン、ナス、ごぼうですね。あとは普通の豚肉。色がこれおかしいもん、絶対これ。うわ、すごいドロドロっすね。うわ、これ絶対やばいぞ。あ、罰ゲームやん、これ。ただ、あー、唐辛子の香りがすごいきました今。ちょっとビビってんだけど、俺ビビってます。ビビってる、ちょっと。これはちょっと僕も20から、僕もその辺初めてなんで。斉藤君いけるっしょ。俺そもそもね、3から食った時辛かったから。それ結構話になんないっすね。やばい。セットします。いただきます。斉藤君からいこうか、じゃあ。はい。うん、うまい。うまい。はい。え、うまい。やば。マジで。てかこれ、なんか飲み物くれないですか？すいません。あ、ありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。本当の罰ゲームかと思って。うまいっす。うまい。はい。いける？全然いけっす。なんだよ、まだ辛くないんだ。はい。じゃあ俺もいけるわ。いただきます。うん、うまい。余裕。やばっ。嘘だろ。え、嘘やん。そんなにですか？辛っ、辛っ。酸っぱいの検証忘れてますけど大丈夫ですか？ちょ、次行くわ、酸っぱいで。はい。これ想像以上なの。よし、分かった。いくよ、俺。じゃあ辛いと思った瞬間にこのレモンをかじります。それでいけるわ。いくよ。はい、俺の作戦を。うお、
辛い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 。お、いける。マジですか。え、いけるよ。いけるんですか。え、すっぱい。どうすか。すっぱい、すっぱい。すっぱさが勝ったすか。勝った。やば。え、で、マジでいける。え、本当ですか。え、マジでいけるこれ。え、じゃあ全然平気じゃないですか。めっちゃレモン食ってるっすけど。いけるわ。じゃあ完食しましょう。辛いわ。時間ないけど。そうっすよね。ちょっと酸っぱいけど、そっからまた辛さが多分ダメだ。くるっすよね。辛っ辛っ。うん。やべえ、無理だ。一瞬消せる。一瞬、あ、辛っ。すげえな、本当に。すごい食べます。いや、すごい、本当すごい。マジか。はい。マジで。もう一回チャレンジする俺。一気に食べたの。そう、一気に食べたのです。もうバーって。一気に食って、はい、一気にかじる。そうっす。よし、ちょっと種がね、俺が最初に取っとこう。一気に食って、一気に3つぐらいかじれば、多分中和される。間違いないと思う。一気に3つかじるんですか。うん、1個はやっぱ足りなかったからさ。あ、5秒ぐらい耐えられるけど、はい、その後来るからさ。あ、いくわ。とりあえずこれだけ全部いきます。スープも一気にガッてやる。スープは飲めんな、ちょっとさすがに。いきます。おお、気合で食べるんじゃないですか。足やばいことになってます。めっちゃ震えてます。足めっちゃ震えてます。本当に。おう、レモンすごいですね。酸っぱっ。酸っぱ。痛っ。いいやつですからね、これ。このレモンめちゃめちゃいいやつなんですよ。もう1個300円で買ってきて、うん、食べれそうですね。何を言ってんですか、急に。ばっ。熱っ。いける。完食しましょうよ、じゃあ。いて、無理だ、もう。いやー、やっぱ無理だ。ギブ、ギブ。痛い、痛い。斉藤君、俺も食べて。わかりました。マジでいける。はい。すげえな。汗やばいけど大丈夫。汗はやばいっすよ。汗やばいけどいけるの。はい。すげえ。涙出てきたんだけど。これ失敗ですね、ちょっと。検証結果失敗。辛いし酸っぱいだけ。でも一瞬は耐えられるね、その酸っぱいおかげで。酸っぱいおかげで5秒ぐらいは耐えられるけど、その後に辛いから結局ダメ。終了。斉藤君すごいな、本当に完食してる。じゃあ俺の分もね、斉藤君に食ってもらおうと思いますわ。効果ないですけど。きつい。いや、きつくはないですけど。すごいな斉藤君。汗すごいです。隠した。はい。まあこれぐらいは平気です。僕すごくないですか。すごい。やば。トレーニングしてる時より汗かいてる。はい。サウナっす。やば。じゃあ残りは斉藤君が頑張ってくれるんで。はい、あげます。あっ。斉藤君ちょっとお腹を取って。はい。ベッド。ん？なんか変色してません？え？何が？どうした？また辛くしました、これ。え？変わったのか。なんか辛くなってきてするんですけど、辛くなってるか。気のせいでしょ。え？
え、なにこれ。え、俺のそうだったよ、確か。あ、斉藤君違った、俺のと。え、違ったのなんか、ちょっとグロくなってるっすね。俺の分からなかったんじゃない。いただきます。大丈夫か？あ、大丈夫か？大丈夫か？どうした？こんな。どうした？レモン。レモン、レモン。レモンいけ、レモンいけ、レモンいけ。わ。酸っぱい方がダメだった。やばい。地獄、地獄。ぶっ壊れた、ぶっ壊れた。大丈夫か。酸っぱさと辛さで。これちょっともう一回火つけてもらった方がいいかもしれない。なんか。汁がないですよ。汁がない。あ、汁ってこれ追加してもらえないですか。いいですか。大丈夫。何追加したんですか。え、俺のもともとこれだったよ。え、斉藤くんのあれ優しかったんじゃない。じゃあ嘘でしょ。だって汁ないっすもん。何これ。え、本当にやばいっす。ちょっと食べてみてください、これ自分で。いや、食ったやん。もう一回、もう一回食ってください。ちょ、もう一回食ってくださいって。いや、食ってさっきも無理だよ。もうギブだから。俺もないし。やばい、これ。痛い。無理。ギブアップ。いや、無理じゃないです。いける。あー、すいません、すいません。いや、出汁も赤いって。おかしいって。それで待って、ちょっとそばめてもいいかな。なんかすんごいですよね。しない、しない。なんかやったっすか今。やってない、やってない。はぁ、きつ。これ人生で多分初めて、この辛さ初めてかもしれないっす。やばっ。20辛いっすね。あ、痛い。どう？きつい？死ぬ？死ぬ？熱いっす。熱い？はい。ギブアップ？ギブアップじゃないっす。でも諦めてもいいんだよ、斉藤くん。そんな無理しなくても。汗マジやばい、ほんとに。あとちょっと。あ、ちょっと、すごいな、斉藤くん、いくね、これ。あ、もったよ。おお、それ食ったら完食じゃん。すげえ。おお、お腹痛い。すげえな、すげえ、ラスト。あとちょっとや。いける、いける。これ食ったら完食だ。おお、完食。すごい、すごいな。本当に食ったな。お腹がやばい。斉藤くん、さっき俺途中でもっと辛くしたんだよ。でしょうね。でしょうね。だからこれが30回ぐらいだ。でしょうね。異次元だったっすよ。20回までは僕は普通に多分食べれるんですけど、さすがに異次元のレベルで唐辛子食えてたんで。30辛ですね、多分これ今。斉藤くん30辛食いました。つい
ちょっとこのスープペロッて舐めてみてください。いやーちょっとやばいっしょ。ちょっとちょっと、はい、え、そうじゃないですか。余裕や。え、まだ感覚取れたかった。辛っ、やばっ、やばいっすよこれは。本当にこんなん食ったの。腹の中燃えてますもん。お、これ普通のやつですか。これはもうゼロ。ゼロ、はい、ゼロ。じゃあ優しい。これはこれ優しい。あ、でも30から平気ですね。本当？はい、でももう平気になってきました。もう一回頼む。いや、もういい